ホースポケット。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。スターホースポケット。まあ、またまた時間短縮キャンペーンやりますね。やっぱり SWBC が60分おきってインパクト大きいんじゃないでしょうかね。松並ゆいです。あ、今日はもう飲みに来ましょ。プレゼントが届いてるよ。レアガチャ。馬券は帰りの飲み代になるぐらいのオッズに貼るのが一番だね。そうですね。ちょっと聞いてよ。よし、行ってみよう。音楽ってなんだ？さて、どうですね。あと元気だね。お、嬉しいか？よしよし。あと2周ですね。宝塚記念まで。やったね。ありがとうございます。メダルゲットだぜ。ちょっとここで宝塚記念登録支援賞サイレンス鈴鹿が出走です。高橋亮じゃ弱いしね。岡部さん、まだベスト体重は480キロか。元気だね。うん、大根いきましょう。疲労が結構まだ溜まってるみたいですからね。今週はレースがあるよ。さあ、レースです。元気だね。大根ですね、やはり。いい感じだね。はい、何です？調子も良さそうです。一番人気、しかも 1.2 倍。投票受付を開始します。圧倒的じゃないですか。さあ、どうでしょう。2番人気は何だろう。2番人気はサイレンスズカ。大外枠ですね。あ、でも黒三角が最高なんで、そんなに良くはないし、こちらの印はグリグリだから、うん、これは勝ったな、ガハハ。いいと思います。チャンスですね。まあ、距離も2200、前走の天皇賞みたいに結果的に長かったということはないですし、
メジロブライトなんかもいますよね。メジロブライト、シルクジャスティス、エアグルーブ、あとサンライズフラッグに丸がついてますね。ちょっとサンライズフラッグの副賞でも買ってみるか。50枚。はい、ではレース行きましょう。G1 高塚記念阪神芝 2200m、快晴ですね。ちょっと 薄く雲はかかってますが、晴れの両馬場です。さあ、サイレンス鈴鹿、エアグルーヴと対決です。 G1 高塚記念、さあ各馬を迎える緑の夢のステージです。宝塚記念、いよいよスタートです。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開 く、ね、あなたの夢は肩のミッティーかサイレンス鈴鹿か、私の夢はミッドナイトベッドです。先行グループからまず見てまいりましょう。やっぱりまず大方の予想通りと言いましょうか、サイレンス鈴鹿が先頭です。ちょっと離れて9番のサイレンス鈴鹿は、そしてその後ろから4番デイエボー嵐、外を取ってミッドナイトベッド、そして5番手に6番ゴーイング鈴鹿であります。ステイゴールド、11番メジロドーベル、これが人気を集めている型のミッティーです。それから1番メジロブライト、その後ろでやりましょうか、シルクジャスティス、外から1頭7番ローゼンカバリー、そしてしんがりからサンライズフラッグであります。あんまりないんじゃない。もう一度先頭に戻りましょう。先頭は12番サイレンス鈴鹿、大逃げにスタンドから歓声があふれております。あとはずっと下がって、これがエアグルーヴ、ミッドナイトベッドがそのうちにいます。大きいんじゃないかなと思いますが、6番行ってるうちにもう第3コーナー、そしてその後ろからメジロドーベル、赤い帽子にご注目ください。これが一番人気の型のミッキー、それから1番メジロブライト、シルクジャスティス、徐々に差を詰めます。サンライズフラッグ、じわっと上がっていくローゼンカバリー、これがしんがりであります。勝ったりするんですが、阪神のスタンドに入れています。先頭行くピンクの帽子はサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿が抜け出した、外からはエアグルーヴ、1番内サイレンス鈴鹿が頑張っている、1番内サイレンス鈴鹿が粘っている、シルクジャスティス懸命に追った、外からシルクジャスティス、これは阪神レースになりました。最後のシルクジャスティスが一着。もうここでも勝てないか、ちょっと出直しかもしれないですね。あれ、いまいちだったかな。この距離って敵距離なんですけどね。どうしたもんか。9番以上のように確定しました。9番以上のように確定しました。ということでシルクジャスティスにやられてしまいましたね。なんか伸びもいまいち良くなかった。まあ自在差しですけど、もうちょっと馬がレースから帰ってきたね。いい感じだね。体重はバッチリだね。はい、何です？もうちょっとですね、ローテーションを開けてクエスト達成、やったね、すればよかったかなと思います。ここには書いてないですが、健康っていうのも結構大事なのかなと思います。ジャパンカップこそ勝ったものの、他の4戦はいずれも2着とか3着、まあ勝ちきれないっていう感じですよね。ただやっぱ本格化はもっと後なんでしょうね。クエスト達成、やったね。なんでここはもう我慢のことと思って、やったね。我慢の時と思って、行きたいと思います。レーシングプログラムは何だろう。
札幌記念8月を3周ですね。時走この辺りかな。札幌記念、2000メートルか、こちらに挑んでいきたいと思います。実なら勝てるでしょう。はい、フラグというわけで、はい、勝ったらガハハって言うからフラグ立ててしまいましたが、次回もフラグにならなければいいな。はい、というわけで、型のミンディ、残念な結果に終わりましたが、まあ、僅差の2着なんでね、これから、立て直していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。馬券は帰りの飲み代になるぐらいのオッズに貼るのが一番だね。